はい、どうもいらっしゃいませ、ポンちゃんです。本日はこちら、初ガツオですね。こちらの、まあ、叩きの作り方をちょっと紹介していきたいなと思います。で、こう、ヘリのところやったり、こういうところにちょっと鱗が残ってたりすることが多いので、その辺がないかっていう感じで確認していっております。こちらちょっと色、黒いところですね。こちらがまあ、血合いがあるんですけれど、カツオっていうのは、この血合いがどういう作業をしているのかって言いますと、腎臓の代わりなんですね。腎臓、まあ、つまり人間でいうところのあれですよねっていうのは、まあまあ言えば、いわばというところが分かっていただくんですけど、ろ過をするところになります。なので、どうしてもね、臭くなりやすい場所になります。で、藁でやる叩きとかの場合でしたら、すごい強い高火力でいっぺんに焼けるので、全く気にならなくなるんですけれど、普通にうち、そういう藁とかで焼くわけではなく、家庭とかでしたら、ね、そういうものを用意するっていうのは大変やと思うんで、五徳なんかで焼く、もしくはバーナーとかで炙るみたいな形になるんですけれど、そういう場合は、血合いのこういうところは取ってください。で、買ってきたその日とかで鮮度がいいうちであれば、これはこれで焼いてあげるとすごく美味しかったりします。鉄分の塊になったりもしますんでね。こちらの皮目のここのところにちょっとだけ切り込みを入れていきます。そんなにこう深く大きく傷をつけるというよりかは、皮のところに浅く切り込みを入れてるだけといった感じですね。焼いた時に皮がはぜたりとかしてね、ブクブクブクってなったりすることがあるんですけど、切り込みを入れておく、もしくはあのクリバルっていうので、こう金串なんかを束にしたものですね。そういったものでこう無数に穴を細かく開けておくと、そういうこうなんでしょうかね、はぜるということがなくなるんで、そのはぜるのを防ぐための作業といったところでございます。で、一旦ひっくり返して、串はこちら扇串という打ち方になります。こう放射状に広がったようなものですねになりますんで、よいしょ、先にだいたい身の真ん中ぐらいのところを目指してですね、こんな感じ広げるよみたいな感じのガイドを作っておくと、あとやりやすかったりします。 OK で、こんな感じ放射状に引く末広串、もしくは放射串、まあそういう感じ末広串で打っております。こちらひっくり返します。味付けのためではなくって、あくまであの焼く時の補助を使うための塩、こちら薄く皮目にまず振ってひっくり返して、身の方にも薄く振っておきます。これはあくまで味付け用ではないです。というわけで、こちらを今から焼いていきます。皮目の方から炙っていきます。一番強い火力ガンガンマックスで大丈夫です。バーナーで炙る場合はこの串を打つというわけではないんでいいんですけれど、このやり方の場合、ごとくがね、やっぱりどうしても汚れやすかったりするんですよ。ここだけはちょっとお確認お願いいたします。で、本来的にあの、現地とかでした稲わらですね。よく乾燥してるもので焼くんですけれど、理由としてはあの、稲わらの場合でしたら、高温で短時間の火が出ます。高温短時間の火でやることによって、さっき取った血合いのところですね。そこのところも一気に香ばしく焼き上げてくれるんで、血合いのところがついたままでも美味しく作れますし、あったかい叩きっていうのは焼きたての分をすぐ切って食べるみたいな食べ方をしたりするそうです。でも、五徳とかの火の場合でしたらそこまでの火力が出ないんでね、どうしても焼いた後に氷水とかに落としてすぐ冷まして、ね、ペーパーとかで拭き取ってあげてみたいな形の手間が必要になってきます。あの表面のところにこう何でしょうかね、若干こう焼いて膜を張ったぐらいの表面だけ白くなったような感じになれば OK でございます。というわけで、まあ全面焼けたので今から氷水に落としていきます。というわけで、粗熱が取れたので水分の方拭き取っていきます。で、氷水に落とすんじゃなくって、もし、冷凍庫とかにスペースがあってっていう方でしたら、冷凍庫にダイレクトにボンって掘り込んでいただく方が、急冷かかって、で、水気がつくとどうしても味がちょっとべちゃつきやすかったりするんで、そっちの方本来的にはいいです。というわけで、よいしょ。水気の方があらかた切れましたね。せっかくなんでちょっと端切れ切って断面とか見ていきたいなと思います。
こんな断面にございます。中が超レアないい感じでございます。ちょっと一切れ味見しますね。うん、うまっ。自分初物のね、初ガツオを今食べてるんですけど、本当にうまいですね、やっぱカツオ。とちょっとね、さっきのせっかくなのでこの血合いを使って料理の方もう一品仕上げて紹介していきたいと思います。というわけで、まあ、血合いなんですけど、これ料理っていうほどの料理ではまあ正直ないです。ただ焼くだけなんでね、まあ、食べやすい大きさに適当にカットしておきます。少しだけカットだけしておきます。上から少しだけ塩、胡椒、胡椒はちょっと多めの方が個人的には好きです。2分過ぎ目で割とすぐ火は通ってきます。中油のところってどうしても臭みがあるんで、それを飛ばす意味合いでお醤油、手の醤油じゃない、お酒を少々、火が通り切る前に気持ちだけお醤油をかけていきます。以上で完成。血合いの醤油焼きって言ったところですかね。というわけで、こちら早速いただきたいと思います。ごま油とかね、胡椒がまたいい香りするんですよね。うん、うん、うまっ。感じとしてはね、ちょっとレバーに近いような感じの味わいだと思います。いや、本当にね、美味しいですし、鉄分とか補給するのにももってこいですし、鮮度がいい、その日、買ってきたその日限定の味というものになりますんで、皆さんよかったらカツオを買ってきましたら、今せっかく初ガツオの時期なんで買ってきていただきましたら、ぜひこちらも作って一緒に召し上がっていただけたらと思います。というわけで本日はカツオの叩きの仕方と、あとこちら血合いのところを醤油焼きにしたものの紹介でございました。また今後もいろいろ美味しい料理紹介していきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録に高評価よろしくお願いいたします。それではまた動画で、バイバイ。